ところからなんだけど、日本は無条件降伏なんてしなかったし、核兵器も使われていない。まあ、負けたことには変わりないけどね。で、つい最近まで首都は京都だった。そうよ、鎌倉時代以降、首都はずっと京都よ。もっとも、首都機能そのものは鎌倉や江戸にあったけど。で、江戸時代末期の大政奉還と同時に、首都機能を江戸から京都に移して中央集権化、開国を迫った列国に備えたわけ。その後も東京は経済の中心として発展して今まで来たんだけどね。今は東京。それをこれから順番に説明するわ。これ、なんだかわかる？ご名答。あなたの世界でも火星はこういうものなのね。1958年、アメリカは探査衛星バイキング1号を火星に送り込むことに成功したわ。で、着陸船を地表に下ろして地質調査や大気分析をしたの。で、初めて火星地表の写真が送られてきたわけ。みんな期待に胸を躍らせてデータの画像化を待っていた。らしいわ。で、これはその記念すべき一枚目。どう？右端に何か見えない？この画像を見た人たちは狂喜乱舞したらしいわ。ローベルの運河説以来のロマン、火星に生物がいる可能性が高まったってね。この画像送信を最後に着陸船が通信不能になったせいで、学会は画像の真贋をめぐって大騒ぎ。おあつらえ向きに、その後の着陸船を搭載した米ソの生物探査計画がことごとく失敗。一部じゃ火星人が撃墜したとかしないとかで、また大騒ぎ。うん、失敗の原因は単なる故障だったんだけど。でもね、生きている衛星からのデータを解析すると、その生物は火星全土に生息していることが分かったのよ。で、その生物は火星起源種と考えられていた。ところが、その説の根幹を揺るがす事件が起きたのよ。結論から言うと、火星に生物はいなかった。いえ、ここに映っているものは火星起源の生物ではない可能性が高くなったといった方が正確。1967年、国際航空月面基地プラトゥー1の地質探査チームが月面でその生物と同様の存在を確認した後、消息を絶ったサクロボスコ事件。これが人類史上初めての地球外起源種との直接的接触、そして人類史上初の
地球外起源種を敵とした戦争の始まりってわけ。すなわちこれが国連軍呼称でベータと呼ばれる私たちの敵。Beings of the extraterrestrial origin which is adversary of human race. 人類に敵対的な地球外起源生命ってとこかしら。どうしたの？黙っちゃって。まあ聞きなさい。1973年には彼らはとうとう地球に到達。中国の新疆ウイグル自治区カシガル近郊と、その翌年にはカナダのサスカチワン州アサバスカにベータをたんまり乗せたユニットが落ちてきた。国連宇宙総軍はプラトー1を放棄して月から撤退。地球に敵が来ちゃったんだもん。それどころの騒ぎじゃないわよ。月は地獄だ。生還した月面総軍司令の有名な言葉よ。最初に落ちた方は中国が国連軍の受け入れを拒否して手遅れ、交代に交代を重ねた挙句、中ソ連合軍が戦術核による焦土作戦を展開。人類には彼らとまともにやり合えるだけの通常兵器がなさすぎたってことね。カナダに落ちた方は中国の教訓を生かした米軍がユニットの落着直後に戦略核の集中運用でなんとか片付けたわ。カナダの半分が人の住めない土地になったことを勝ったというならそうね。そして1998年の夏、カシュガルのハイブ、まあ奴らの基地をそう呼ぶんだけど、そこから突進してきたベータがついに日本へ上陸。北九州をはじめとした日本海沿岸部に上陸した彼らは1週間もしないうちに九州、四国、中国地方に侵攻。ちなみにね、この地方を全て合わせると人口は当時4000万人いたの。わかる？そこに住む約4000万人の人々はどうなったと思う？犠牲者3600万人。ざっと当時の日本人口の 30% ね。あなたの知る日本でそれだけの人間が一週間で死んだと想像してみなさい。まあ、この時点で世界の 60% 以上が死んでるんだから、そのぐらい誰も驚きはしなかったんだけどね。今現在、地球の総人口は十数億人よ。でも、奴らの進行は止まらない。奴らは人間なんて目じゃないの。強いて言うなら、目的は地球そのものなのよ。でも、奴らの進行は止まらない。奴らの通った後には、本当に、草木の一本も残っていない。日本も例外じゃなく、自然が根絶やしにされてしまった。たった一週間で。首都京都は陥落し、在日米軍は日米安保条約を一方的に破棄してさっさと本国に帰った。その時、とっくにソビエトはやられていて、共産党政府はアラスカに逃げちゃってたからね。北海道もかなり危なかったのよ。
で、京都陥落以降、近畿地方の一部と東海地方は最優先で避難命令が出され、2500万人の人々が大移動。逃げられるならどこまでも。でも航空機の使用は不可能で、特に陸路での避難は困難を極めた。奴らは空を飛ばない。その代わり空を飛ぶものを瞬時にして撃ち落とす。戦場において制空権がものを言う時代は今から30年も前に終わったのよ。そして代わりに戦術機の時代が来たってわけ。オーストラリアが移民の受け入れを表明してくれて、かなりそっちにも流れたわ。あそこは海に囲まれてるからまだ、時間の問題だけど。で、在日米軍撤退後、帝国軍、帝国本土防衛軍が必死に頑張ったものの、残念ながら首都圏まで侵攻され、そう、1999年の話。もっとも、その数ヶ月後には、大東亜連合と米軍を主力とした国連軍と協力して、本州島を奪還した。と言っても、実質勝てたのは、米軍が無理やり投下した2発の新型爆弾のおかげなんだけどね。そして今に至るというわけなんだけど。感想は？